約200万人のグループ YouTuber のリーダーからガチで被害を受けたというね、女性から連絡が来ております。やばそうだね普通にね。うん、はい。でしかもこの女性、放送には、まあ、出れないと、うん、まあ、出てしまうと、まあ、要は声とかでこういう被害に遭ったんだっていうのがバレるのが嫌で、まあ、どうやらね放送には出たくないというね、まあ、ことみたいですけども、まあ、ただねこれはね本当にひどい話なんでね、まあ、証拠もあるんでちょっとまとめたんで今からね紹介しようかなと、はい、思います。うん、はい。こいつまたかよ本当に。うん、48の、リーダーこたつがまた女性トラブルと。こいつね、何回も取り上げてるんですけど、また同じことやってるんだよね。もう多分反省とかしてないんだろうね普通に。はい。でしかもこれ、僕の視聴者がですね、なんか最近これこれさんの放送のクオリティ上げた方がいいんじゃないですかっていうので、なんかすごい分かりやすく画像を作ってくれたんですよね。まあ、一応ですね画像に書いてある通り、まあ、事の経緯はですね2022年の8月中旬に、まあ、48のこたつとね、まあ、知り合って体の関係になったと、まあ、家に行きましたよと。まあでもそこまではいいですよ、もうね、まあ、そういう行為するのはね別にね未成年でもないしっていう、まあいいんですけど、まあ、その際に無断で動画を撮られてしまったと。でこの48こたつっていうのはちょうどね僕もここに書いてある通り2020年8月の下旬にマッチングアプリで出会った別の女性とトラブルになって、でその女性も無断で動画を撮影されたっていう告発があったんですよね、約1年ちょっと前ぐらいに。うん、で、まあ、どうやら無断でね動画を撮られてしまったけども、再度なんかあったと。なんであんのか知らんけども、うん、で再度会うとこたつにね、まあ、謝罪をされ、嫌なことはもうしないと。で動画も、後々消すと、うん、なんかちょっとよくわかんないけど、まあ、口がうまいんだろうね。だからその場でね消せばいいのに、で消したところを見せればいいのに、まあ、後々消すという。あ、でこれなんであったかっていうと、まあ、本人が言うには、まあ、の動画を消してほしくてあったんだって。うん、はい。で、まあ動画を後々消すということで、まあ、これ多分消してくれたのかな実際に。うん、でまあ終わりましたよと。はい。でそれから約1年後の2023年12月、まあ、再び女性と48のこたつは会うことになったと。うん、で本なら今度はその行為中に目隠しをされ、また無断で動画を撮影されてしまったと。もう意味が分かんないけどね。忘れてたのか知らんけども、1年後に会ったら、また動画を撮られてしまったと、勝手に。うん、で、もう、その時はやっぱ怖くて、消してほしいって言えなかったんだって。うん。もうつい、この間ですからね、2023年12月って。で、その後、1月1日にね、こたつの LINE が消えたんだって。で、まあ、連絡が取れんくなって、これこれさんちょっとどうにかしてくれよと。うん、まあ LINE が消えて連絡が取れない状態になって、48こたつに伝えたいことが、まあ、動画を消してほしいと、まあ、あと連絡を返してほしいと。うん、まあそういうね、今回こういう事件みたいですけど、まあねちゃんとねしっかりとねこれ証拠がありましてですね、まあまずはね LINE がね消えてしまった、まあ、これなんですけども、うん、まあ、これちなみに48のこたつは本名出てるんでね、あれなんですけども、うん、まあ、LINE が消えてしまって動画を消してほしいっていうのが、まあ、言えない、ね、まあ、ことみたいですよ。うん、まあ、で、実際に会った時のやり取りとかもね、まあ、これちゃんとあるんですけども、うん、まあ、こんな感じでね、なんか、明日会えるかとかいう、なんかまあそういうやり取りとかがあってですね、うん。まだ間に合うかって、今から会えるかって、場所はここなんやけど電話行けるか。やっぱりあれらしいね、電話とかで会う場所は決めて、もし道に迷ったらビデオ通話させて道をやっぱ案内するんだってね。うん、やっぱり LINE とかさらされた時に住所とかのね情報を送っちゃうと、そのまんまねバレちゃうじゃないですか。そうだから絶対ビデオ通話とかでね、まあ、こんなねちょっと道ややこいから電話してっていうね、こうまあだから手慣れてるっすよね。まああとはなんかこれち
ちょっと盗撮なんだよね、モザイクかかってますけども、こたつが寝てるところの写真はい、もうだからこたつさんね、もうこれ何回もやってるけど、無断で動画撮るなよ、もうめんどくさいから俺んとこに来るからね、こたつさん。これもうね、2、3回目だよ。で、前回も1年前ぐらいに謝罪動画出してんのよ。謝罪動画を。どっちもどっちってもうレベルが違うでしょ、レベルが。性的なのって犯罪にもなり得るし、まあ、もちろんこの女の人もね、もう一回それ無断で動画撮られたんだから、もう二度と会わないとかすればいいのに、まあ、結局会ってるからちょっと頭悪いんだろうなっていうのはあるけども、こたつはね、ほんとね、動画撮らなきゃ気が済まんのか本当に。しかもなんか無断で撮るっていうのがさ、なんか男気がないというか、なんていうのかな、もう普通に撮りたいんだったら撮ってもいいですか、撮ってもよろしいでしょうかって言えばいいじゃん、そんな撮りたいんやったら。これね、毎回言ってんだけどね、 YouTuber のね、この政治上って気色が悪いんだよ本当に。例えば酔った勢いでやろうとしてるとか、家に連れ込んでやるとかさ、流れでなんか断れない雰囲気にしてやるとかじゃなくてさ、もう会う前からさ、すいません、あの今日会いたいんですけども、あのそういう行為もしてもいいですかねみたいな、許可取ってから会えよって思うけどね。俺許可取ってから全部、あと今日動画も撮っていいですかで、 OK が出たら会えばええやん。でも先に LINE とかで許可取っておけばね、例えばね、今松本人志ね、炎上してるじゃないですかね、え、あの襲っただなんだとかね、でも先に LINE とかで許可取っておけば、いやいやここで許可取ってるじゃないですかってなるわけじゃないですか。でそれをしなかった結果、松本人志がね、ぐちゃぐちゃになってるわけですよ。でしかもね、あの関係ないけど、松本人志に同じようなことをやられたっていう、あのうちの視聴者もいたんですよ、キャバ嬢時代にとか言って。まあでもね、やっぱ証拠がないから、まあ、結局ね、僕の放送では取り上げないってなったけど、やっぱね、そういう話はね、何個か来てるのよな。まあどうなるか分かりませんけどね。さすがにね、来てるってなるとね、辛いよね、ほんとね、あの件に関しては。まあまあ、それはさておき、こたつくんね、とりあえずあの女性に連絡してあげてください。で動画もう消せや、もうほんまねえ、まあ未だにね、こういうことやってるっていうね、まあことみたいです。はい、こたつくんね。ちなみにこたつくん本人に DM で一回送ったこともあるんですけど、もう完全フルシカトだね、こたつ。普通に無視してくるからね。まあ、っていうことでした。もう2回目なんでね、全然反省しないんだろうな。